アナスタシア・セバストワは、ラトビア・リエパーや出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーでシングルス4勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス11位、ダブルス56位。身長169センチメートル、体重65キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。シングルスで、当地最大の女子選手である。 ラリサネーランド以来十数年ぶりにツアーレベルに到達した選手であり、ネーランドに続くラトビア史上二人目のシングルストップ100位児やツアーシングルス優勝を挙げた選手である。6歳から祖母の勧めでテニスを始める。15歳になるまではあくまで趣味としてテニスを楽しんでいたとのことで、ジュニアツアーは ITF ジュニアサーキット再開グレードの大会に参。 大会出場したのみであったが、2005年には15歳で、ラトビア代表に選出され、同年4月に、トルコで開かれたフェドカップヨーロッパ、アフリカグループ2ラウンドロビンの対ウルジア戦、対アイルランド戦、準決勝の対ルーマニア戦の計算戦において、シングルスで起用されている。16歳の時に、マルティン・ルスナーに支持するようになり、同年4月に、プロ転向。 プロ転校初年からサーキットシングルすでに優勝を上げるなど順調にランクを伸ばしていき2007年5月のイスタンブールカップでは当時世界ランク391位ながらシングルス予選を勝ち上がりツアー本戦初出場を果たすと1回戦で当時世界ランク99位のアナスタシア・ヤキモアを6から1、6から3のストレートで破り2回戦に進出2回戦では 第5シードのアリョーナ・ボンダレンコ相手に、ファイナルタイブレイクまで持ち込む、大接戦を演じたが、4から6、6から3、6から7のスコアで惜敗した。2008年は、ウィンブルドン選手権、シングルス予選で、グランドスラム大会に初挑戦したが、ここでは、予選1回戦で、第17シードのベスナ・マナシエワに敗れている。2009年は、さらなる躍進の年となり、 シングルス予選を勝ち上がって出場した4月のファミリーサークルカップでは1回戦でマルタ・ドマホフスカを6から1、1から6、6から4のストレートで破り2年ぶりのツアー勝利を挙げマリオン・バルトリとの2回戦に進出続いて出場したヨハネスブルグサーキットシングルスでサーキット最高ランクの10万ドル大会初優勝を果たすと5月の全仏オープンでは シングルス予選を勝ち上がり、グランドスラム大会本戦初出場。1回戦では、メリンダ・ツインクと対戦したが、ツインクに6から3、4から6、1から6のフルセットで敗退。6月のウィンブルドン選手権でもシングルス予選を、勝ち上がり本戦に出場したが、1回戦で、カテリーナ・ボンダレンコに3から6、6から7のストレートで敗れている。 本戦からの出場となった全米オープンでは、1回戦で、たまりネタナスガーンを6から3、7から5のストレートで下し、グランドスラムシングルス初勝利を挙げると、2回戦では、当時世界ランク6位、第6シードのスベトラーナ・クズネッツォアに挑戦したが、4から6、2から6のストレートで敗退した。9月の広州国際女子オープンシングルス2回戦では、 当時世界ランク23位の第1シードアナベル、メディナガリゲスを3から6、6から3、6から1のフルセットで破る活躍で準々決勝に進出。準々決勝では第8シードのアルベルタブリアンティと対戦し、4から6、2から6のストレートで敗退したが、自身初のツアーベスト8進出を果たした。これらの活躍により、 シングルス年度末ランクも前年の194位からシーズン終了時には83位まで大幅に上昇。ラトビア人としては1998年に73位でシーズンを終了したラディサネイランド以来11年振り史上2人目の年間トップ100フィニッシュとなった。2010年は2月のドバイテニス選手権シングルスで予選を勝ち上がり本戦に進出。 一回戦でベラ・ドシェビナを6からに五から七七から五のフルセットで下し、当時世界ランク九位の第七シードアグニエシからドワンスカとの二回戦まで進出。本戦から出場した三月のモンテレーオープンシングルスでは、一回戦で当時、世界ランク九位の第一シードエレナ・ヤンコビッチを五から七六から四六から四のフルセットで下す番狂わせで勝利すると、 二回戦で、イベタ・ベネソバを6から1、6から2のストレートで、準々決勝でアリーゼ・コルネを2から6、7から5、6から1のフルセットでそれぞれ下し、第3シードのアナスタシア・パブリュチェンコワとの、準決勝まで進出した。ノーシードで出場した5月のエストリル、オープンシングルスでは、一回戦で、第1シードのアグネシュ・サバイを3から6、6から3、 6から3のフルセットで下し勢い乗ると、2回戦で、クルムダテキミコを6から1、4から2としたところで、クルムダテの途中棄権で、準々決勝のアナスタシアロデーオノワを7から6、6から2のストレートで、準決勝で第7シードのソ卒を6から7、6から1、6から3のフルセットでそれぞれ下し決勝に進出。決勝では、ノーシードのアランチャパラ・サントンハと対戦。 パラサントン派を6から2、7から5のストレートで下し、ラトビア人選手としては1993年8月のアメリカスケネクタリ大会で優勝したラリサネーランド以来17年ぶり史上2人目のツアーシングルス優勝を果たした。2011年全豪オープンでは1回戦でポロナ・ヘルツゴグをから4、7から6、2回戦でヤニナ・ウィックマイヤーを6から4、6から2、 三回戦で、ベスナマナシエワを6から1、6から3で破り4回戦に進出した。4回戦では、第一シードのキャロライン・ウォズニアッキに3から6、4から6で破れた。しかしその後は、病気や怪我に悩まされるようになりランキングも下降した。2013年5月に23歳で、現役引退を発表した。2015年に、セバストワは2年ぶりに、現役復帰をした。 2016年全豪オープンでは予選を勝ち上がり4年ぶりに4大大会に出場した。2016年全米オープンと2017年全米オープンでベスト8に進出した。2018年全米オープンでは4回戦でエリナスビトリナ準々決勝でスローン・スティーブンスを破り4大大会自己最高のベスト4に進出した。準決勝でセリーナ・ウィリアムズに3から6。 0から6で敗れた。2018年10月22日付のランキングで、自己最高の11位を記録している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。